更新写真の沖合亮太郎さんの右手がキッコさんの右のチブサに、これは勘違い？あー、俺もそう思った見てないんですよね聞いてもないってことは見てないってことですよね聞いてないけど、俺もそう思った、ね、いつもウェブページはチェックしてるよみたいなこんなことがあったんですか。これはですね、キッコさんがどこかの駅で気分が悪くなって、うん、駅の、うん、スタッフさんに肩をこう組まれて、うん、肩を抱かれて運ばれてるところを俺がこう刺してるところが、まあキコさんのこの位置に右こう写真的にはチブサ的なところにこうグサッて刺さってるみたいな感じで、距離は見えたっていう、あ、なるほど、俺は刺してるつもりだったんだけど、写真的に距離感がなくなってしまったっていうところ。なるほど、触っていたと触っていたよいやだってなんだっけ、クラナの打ち上げがあったじゃないですか、うんうんうん、あの時のお客さんとキッコさんの距離感はおかしかったですからね。そんなことないよ、あの時はみんながあそこダメだ、あそこダメだ、不倫だってずっと言ってましたからね。語弊があるからやめてください。もう俺が帰った後でしょ。そうです、ね、2次会からなの。そうそうそう、残念だ、残念だよいやもう1次会からなんかそんな感じだったんですけどね。そんな感じでした、うん、1次会そんなことないでしょてかなんでマジなんだよ。僕はちょっとちゃんと否定しとかない今突っ込んでからあの後にキッコさんにお酒って怖いねって自分でさお酒入ったテンションだったんだ。お酒のテンションああ、そうなんだ、そうなんだ、自然にそういうテンションになるんだねそっか、それが面白かったな。ありがとうございます、はい。